小学生の時に仲の良かった友人が入院した。その友人の母親とうちの母親が仲良しで、入院のことを聞かされた。友人は中高と私立の学校に通っていたので、全然会っていなかったが、久々だったこともあって、お見舞いに行くことにした。病室に着くと、友人は寝ていた。枕元には100羽ぐらいの折り鶴が釣ってあって、クラス一同より、と書いてあった。ちょっと触れてみると、鶴が落ちてしまい、うわ、縁起悪い、と慌てて拾ったら、ちょうど友人が目を開けた。久々に会ったこともあってか、友人はかなり喜んでくれた。友人はテンションが上がったのか、俺に質問ばかりしてきて、なんで怪我したのかを聞けなかったが予定があったので、少し話をしてから、俺は病室を後にした。予定を済ませて家に帰った時に、ポケットに折り鶴を入れっぱなしだったことに気がついた。よく見ると、マジックのインクが滲んでいたので、気になって折り紙を広げてみた。それを見て、怪我の理由はなんとなくわかった。ある日、友人から、ムービー付きのメールが届いた。見てみると、友人が自殺する内容だった。縄に首をかけ、首を吊り、苦しそうにもがいて、彼は言った。そこでムービーは終了。全身に悪寒を感じた。いかがだったでしょうか。お話に隠された本当の意味はわかりましたか？答えがわかったという方は、ぜひコメント欄に回答してみてくださいね。当ラジオのご主人様はいつでもあなた方の挑戦をお待ちしておりますよ。それではまた次回のいみこわラジオでお会いいたしましょう。